私が今いるのは大分県別府でございまして、別府湯煙展望台という場所にいるんですね。後ろはもう見てくださいよ、別府の町湯煙がもうそこかしこからね立ち上がってきますけれども、今回はですね、温泉県と言われている大分県で温泉を堪能するという企画でございまして、心強い助っ人がおります。ご登場いただきましょう。この方、こんにちは、 FM 大分の後藤恵子です。ようこそ温泉県へ。ねえ、はい、本当に大温泉県なんですか？温泉県なんです。本当？だってイモンさん、はい、大分県というと、うん、もう温泉の源泉数そして湧出量ともに日本一なんですよ。確かにね、うん、この湯煙見せたらそうかなって思っちゃいますし、そうですね、今回はその有名なところももちろんそうなんですけども、はい、後藤さんに案内していただきつつね、はい、矢敷田温泉県を巡っちゃいます県ということで、はい、最後まで後藤さんもよろしくお願いいたします。こちらこそ。さて、まず最初の温泉にやってまいりましたが、後藤さん、はい、こちらは別府の東端温泉というね。そうですね、はい、神奈川っていう場所にある温泉なんですけど、はいはいはい、鉄の輪と書いて神奈川なんですよ。東端温泉は創業はどれぐらいから？大正11年。その頃から別府はやっぱりこう湯治場として有名というか。そうですね、湯治場です。せっかくですから中もね見せていただけますか？はい、ぜひどうぞ。よろしくお願いします、はい。これからの砂蒸し湯の方、はい、なんかルールみたいなのあるんですか？自分で掘って自分で埋まると。埋まると、はい、それがルール。じゃあちょっと横たわりますよ。じゃあ今ちょっとお手伝いしますね。失礼します。はい、これちなみに効果効用は？これも汗をかいたりするんでデトックスですね。あ、そう。老廃物をやっぱ汗で出していくっていう。今大浴場の方に入ってまいりましたけれども、はいはい、大浴場の中に何種類ものお風呂があるんですね。そうですね、露天風呂とかヒノキのお風呂とかひょうたんの形をした岩風呂とか、ね、あ、本当だ、はい、おー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 おおこれも温泉なんですもんね。あの目の前、海地獄っていうね、名前の通り本当に綺麗なブルー、スカイブルーのね、これはですね、温泉の成分の、はいはい、硫酸鉄の成分がですね、温泉の源泉と反応してこういう風に水色にコバルトブルーに見えるんですけれども。そうですね、グツグツグツ、なんすかこのドローの。はい、これはですね、鬼石坊主地獄と言いまして、はい、あの100度近いですね、熱の泥、熱泥と言います。熱泥がポコッポコッと上がってる、丸く帯びてるのが坊主頭のように見えますので。あ、確かに確かに、ね、はい、鬼石坊主地獄、すごい地獄感がもう、はい、ここなんかいろいろありますね、本当に。そうですね、こちらすぐ右手は泥の湯だったり、はい、こちらはですね、気温とかの状況に変わりまして池の色が変化するっていう。こちら、これがかまど地獄、鬼山地獄って言うんですか？はい、別名ワニ地獄。温泉熱を利用してですね、はいはい、ワニの飼育をしております。すげえ赤いですね。はい、はい、温泉のですね、成分が酸化鉄と酸化マグネシウム、まあ、酸性ですね、が一番強い地獄になります。いやー、今吹いてるからっつって走ってきました、竜巻地獄、はい。間欠泉がですね、下からゴーッと吹き上がっておるんですけども、約50メートル以上吹き上がる力を持ってまして。そうなんですか。はい、吹き上がってるのは6分から10分なんですけども、30分から40分間隔でバーッと吹き上がります。ぜひ大分の方でもこれからでも一度足を運んでいただけたらなと思っております。地獄蒸しって何ですか？あ、温泉の蒸気、この蒸気の中に食材を入れて蒸すんです。いいね、温泉のいい香りしますけど、その目の前には素敵な食材が並んでおります。美味しそう、すでに。まず最初にこちらの釜の蓋を開けていただきます。よろしいですか？はい、釜の蓋、地獄の釜が開きましたよ。いただきます。よいしょ。わー、ごめんなさい、私は全然大丈夫です。私は全然大丈夫です。ごめんなさい、びっくりした、ごめんなさい。今の決定的瞬間、俺ね、メガネ曇って何も見えなかった。わー、美味しそう。野菜もしんなりしていいっすね。いただきます。なんか
かにこう甘みが引き立ってる感じがします。考えすぎなのかもしれないけど温泉の香りしますよね、はい、ちょっとねほんのりします、ほんのりする感じするんだよな、はい、雑貨屋さんとかね、観光地っぽいですよね、観光地っぽい見てて楽しいですしね。あ、人気のお店、イモンさん、はいはい、ちょっとここのコロッケ食べてほしいな。コロッケ、はい、ここのコロッケは全国コロッケコンクールで金賞を受賞したコロッケ、あの全国コロッケコンクールでいただいていい、日本一なんでしょ金賞。そうですよ、いただきます。金賞を受賞したコロッケ、熱々どうでしょうか。あ、うまい、うまい。あっこ、川のせせらぎ聞きながら歩くのもいいですね。いやちょっといいですね。金林湖の周りの森がちょっと近づいてきましたけど、本当湯布岳のふもとにあるんだね、はい、金林湖のすぐそばまで来るとこの静けさ、これもまた湯布院の魅力かなって思いますね。ここにちょっと私のおすすめの秘湯があるので、メジャーなところもいいけどそういうの好き。あ、本当ですか。気に入ってもらえるといいんですけど、知る人と知る仲、ね、そうなんです。なんとこちらの温泉、日本三大薬湯、薬の湯と書いて薬湯なんですけど、日本三大薬湯のうちの一つ。結構な傾斜があるね河口の入り口まで、ね、まあ、河口ですからね、この先にあるのは。結構だよこれ、やっぱり結構な傾斜だねおお、出ました、河口いや、あそこちょうどくぼみの中にちょっと白く濁った源泉なのかなでしょうね。ちょっといただきますすっぱすっぱいよこれ、びっくりする。あの柑橘系の絞り汁を飲んだかのような、口の中がパニックになるね、一回ね。ちょっとこれは体験した方がいいですよ。ぜひぜひ。うわ、すごいわ。今目の前にも広がってますけども、あの石畳がとってもいい雰囲気だと思いません？うん、いい雰囲気だしね、その建物の感覚だったりとかね、両脇にある旅館の風情だったりとか、なんか古き良き日本の温泉街って感じがしていいね。かなり歴史も古いっていう風に聞いてるんですけど、はい、これは言い伝えになりますが、開湯は鎌倉時代まで遡るという風にあの言い伝えられております。鎌倉時代、はい、ちょっと街ブラブラしようかな、ね、しましょうよ、せっかくですから ね、 ね、石畳歩きたいですもん。よいしょ、じゃあせっかくですから入らせていただきます。よいしょ、あ、入るとね少しこう厚めのお湯であるんですけども、あ、でも気持ちがいいですね。結構浴衣に着替えて街を散策でもしようかの。ああ、よしか、はあ、いや、後藤さんよかったね今回のロケ。リモンさん満喫していただけましたか。いや、有名どころだけじゃなくて、はい、湯の平の温泉街のこの風情もそうだけどさ、うん、なんか後藤さんが好きな温泉街ってなんかいい、はい、わ、嬉しいそういう風に言ってもらえるとなんか案内した甲斐があったというか嬉しいです。浴衣を着てぜひ大分の温泉巡ってほしいな、はい、いろんな人に。いや、もう本当に巡ってほしいです。だってやっぱりこうまだまだ全国の皆さんに知られていない温泉地たくさんありますからね。そうですか、はい、我々ももうちょっとお風呂入って冷たいビール飲みましょうかね。そうしましょう、ビール美味しいですよ、湯上がりはね最高です。